よろしくお願いします。フリースタイルリクレーションやっていきたいと思います。今回もお送りするのは滝本瑞希と三浦はじめです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回は、今回もフリースタイルについていろいろ話していきたいと思うんですけど、直近僕が大会に出たというのもありますので、その振り返りの回やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでした？お疲れ様でした。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやあれですね、あの転ばなくて、そうあのねあとあの普通に地区大会のタイトルを取るっていうよりかはやっぱいい演技ができた嬉しさってすごいあるわ。うん、そのなんだろう、ただ優勝できた嬉しさじゃなくて、ちゃんとやりたいふり、自分的に手応えのあるフリーで優勝できたっていうのが何よりも嬉しかったね今回は。うん、いや素晴らしいことよ。素晴らしいことよ。なんかねこの前ねトールちゃんといっぱい喋ったけど、やっぱりね順よりも目指してるところって別にあったりするから、そうだね今回本当にそうだったね。いやもちろん優勝を目指してたけど、なんか俺的に今回いやそもそもさ出場しようと思ったのがさ、トールちゃんとはじめちゃんがさその大会の日の夜これと収録したじゃん、第2回の収録、でトールとはじめからいろんな話聞いてさ、めちゃめちゃモチベーションが高まってさ、出たくなるよね。そうなんかね人が出ようかなと思い始めて、うん、で次の日とその次の日悩んで結局出ることに決心したんだけど LINE 来たもんね、出るわあの福岡旅行普通について行きたかったんだよね、もし出るなら。決心が遅かったからね別予定入れちゃって行けなかったね。そう出てよかったわ。でもいいねそういう大会がね。あとなんかその時トールがあれの時なんだかんだ1週間ぐらいで固めたでしょ。1週間前にそうだね個性固まったのそんぐらいでしょ。もっと早く動くべきだとは思いますけどもでもなんかそのやればできんだなと思ってまあ与えられ結果ね、そう与えられた時間の中でやるしかないし、そういう意味で俺もなんか2週間しかなかったけどできるかもしれないな、それにちょっと勇気をもらってやるとこもあったけど、まあちょっとまあ荒削りなとこもあったけど、ちょっと、ね、その辺について詳しくねあります。まあぼちぼち話していきましょうまずね何だろう、聞きたいことある？逆になんかその言って言いたいことある先に。あ今回の SJ あるよ、あるある。結構なんかそもそも地区大会なんだろうな、まあ世界大会と同じ曲使ったんだけど、で世界大会結構ミスってなんかもう一回やってよとか、まあ、それこそ 100% のやつら乗せてよみたいな、まあ、ありがたく言ってもらえることもありつつ、なんか個人的にはそれはしっくりきてなくて、なんだろうな、ミスった時点でもあれは終わりだから、ミスったっていうかなんかあのフリースタイルの最終形って多分あれなんだろうなとか思って、なんか別にそんなにすごい思い入れがあるわけでもないし、あと多分あのフリースタイルがすごい生きるのって個人的にはなんだろうな、意外性ありきのフリースタイルだったんだよね、技もそうだし構成もそうだし、なんかそこでこんな技くんの、そんな構成なのみたいな意外性を散りばめることで作ってたフリースタイルだったんだよ、世界大会の時はね。曲もねなんかよくあるヨーヨーのフリースタイルからもかなり外れた。そう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 、曲自体も意外性がね、そうそうそう、そのヨーヨーと組み合わせる音楽として見た時に意外性があるっていうのがあって、フリースタイルでそんなの合わせられるんだみたいな感じでね、だそう意外性を結構テーマっていうとあれだけど結構、まあ、一つコンセプト、そうコンセプトとしてやってたから、それをさ 100% とか他の大会でそのままやってもさ、もういいところが完全になくなっちゃってんじゃん。そうだね、だからあんまりしっくりは来てなくて、で、まあ、今回どんな地区大会出るとしてどんな振りをしようかなと思ったんだよ。でなんかあんまり自分がこれまで使ってこなかったけど自分っぽい曲でやるっていうのももちろん普通にあるじゃん、最近の動向としてね、ただもうなんか地区大会を振り返ってみると自分は結構なんか何かしら実験をしてたのね、2分で出たりとか、はい、あ確かにそうね、あとはなんだろう TM で出たりとか、
無意識だったんだけど、結構地区大会は自分は実験をする場所として使ってて、確かに言われてみればそうだね。で今回やったのは世界大会の曲なのに構成を 100% 入れ替えるっていう、うんうん、だから一個テーマとして掲げてたのはリベンジじゃなくてリミックス、あ編集力でフリースタイルがいかに見え方が変わるかっていうのをやってた。そう、それね聞きたかったのが、うん、今回はリバイバルをしたかったのか、うん、リベンジをしたかったのかっていう、どっちでもないですね一本取られました、ね、どっちでもないです。でもちょっとさ若干厳しい目線で言うとさ、うん、初回があんまり綺麗にまとまらない、そのあんまり技ががっつり決まらなかったからできたものでもあったり、うんうん、あそうだよそうだよ、うん、あのねその結構悩んだんだよそもそも。俺的にはあれの振りはあれで終わってたから、うん、別に振り返るもんでもないと思ってたし、でただまあその実験の場所って考えた時に地区大会でしかできないことがしたいなと思って、あいいね、そうなった時に直前の大会でグダってないとできない振りだなと思ったんだよね、うん、なんかめっちゃ決まった振りで構成を入れ替えてやるのはさすがに飽きるし、うんそうね、なんかいくら編集力編集してさ見え方が違うものにしようかって考えてもさすがにさ受け手としてはさ、まあ、一つイメージ型がね、そうそうあるんだよね、並び変わったねぐらいの感じでしかないじゃん。やっぱ完成したものってね一回崩してもう一回っていうのはちょっと違うんだよね、うん、難しいよね、うん、そのすっごい編集力があったら別かもしれないけど、うんまあ、どうしてもイメージがついちゃってるから、うんうん、って考えたらそのグダった大会の後にやるフリーとしてはありかもしれないなというふうに結構思ってきて、なるほどね。なんかね初めはまあありがたいことに、うんまあ、自分の頑張りでもあるんだけど、うん、なんだかんだそこそこ毎回フリーが決まるから、うん、もう一回同じ曲でもう一回作り直すっていうのは基本的にもうないものとして前提で考えちゃってるのね、うんうんうん、だから今回のはすごい意外だったんだけど、うんなんかね自分にはできなかったことだなっていうのが毎回出てくるから、うん、なんか悔しいと思いつつも別に自分がやるべきことじゃない、ああそうかもね、からなんかいいなって思った、うん、こんなに制限のある 3A の中で、うん、全く別のやるべきことがあるっていうのがすごいことだなと思って、そうだね、なんかなんだろうね自分のキャラクターみたいなのも結構あると思うけど、まあそうね、キャラクターっていうかなんかなんていう他人から見たプレイヤーそれぞれのキャラクターがあってさ、うん、なんか多分自分はあんまりカリスマっぽい見方じゃなくてみんなに応援してもらえるみたいな見え方の方が多分いいだろうなっていうのはなんとなくあるから、うん、そういうのも作詞やな、いやちょっと意識はしてるよ、うん、意識っていうかその一端になればいいなぐらいの感じでやってるけど、うん、確かに初めはちょっと架空のキャラクターを演じきってるみたいな感じはあるから、まあでもねどう見せたいかどう見えるのか適切感でもあるからね、うん、なんかでもちょっと性格的な話もあるのかもね、そのどちらかというとさ、うん、普段の地のままの延長でステージに立つタイプじゃん。そうだねそうだね、初めはもうそこを割り切ってというか、あ俺でもそれもね最近考えてるのに結構あって、うん、なんか多分さフリー作る時にさなんだろうな自分の延長にあるものを作り上げる系じゃん。自分のっていうのはその今までのフリースタイルのってこと？あ、じゃなくて普段の人格の、人格の延長にあるもの。うん、どうなんだろうね、初めそこの認識がちょっと自分のこと曖昧で、なんか俺は今回のフリースタイルを作ったり JN に向けてどんなフリーを作るか考えた時に自分の中にあるものを見つけてフリースタイルで出力していくみたいなイメージが結構あって、うん、曲もなんだろうな、俺は探してそれに合わせてフリースタイルを作るより自分が知ってる曲の中からいいものを見つけて自分に合うものを見つけてそれでフリースタイルをする方が向いてるのかもしれないなって最近気づいてきた。なるほどね、普段浴びてるものから見つける理解度ってやっぱり、ああでもあれだね、去年の、まあ、自分の話になっちゃうんだけどさ、うん、去年の世界大会との 3A と EJ の前2つ出たじゃん、うん、あれってだいぶコンセプトというか
多分その人格の地続きかどうかって結構違う気がしてて、あイジェの前の方はもうまあ大会直前に出場を決めたっていうのはあるけど、うん、もう自分の知ってるプレイリストの中から特に好きな曲 で、うん、でもうその 2,3 年ずっとやってた手癖技だけで構成するっていう、うんうんうん、そのまあ、ある意味即興じゃないけど、うん、普段をそのまま出す、うん、普段の姿のままステージに上がるっていうのを結構意識した回ではあったかな、うん、俺は多分それ EJ に近いんだろうな、うん、向いてるのがなんか普段そう EJ1A は普段3A じゃできないことを 1A だからできることをやろうと思ってそういうのやってみたんだけど、うん、だからねその自分ができないことをやってくれるっていう、うん、はじめちゃんみたいに多分もう一人の自分みたいなのを憑依させてフリースタイルをやるみたいなのは俺がやるフリじゃないし、うん、多分なんだろうな普段こう見えてる滝本瑞稀ってプレイヤーがいてみんなが持ってるイメージがあってそれにどう応えるかみたいななんかね俺最近思うんだけどフリースタイルって期待に応えることと意外性のせめぎ合いだと思うんだよどっちもあるんでしかもどっちが色濃くあっても、うん、期待に応え続けるフリースタイルってそれはそれで盛り上がるんだよね、まあ、人が見てるものだからねそうその人たちになんか、まあ、来るか合わせに行くそうそういやなんか来るか来るかってみんなが思って、うん、うわ来た決まったみたいな、うんうん、そういう意味で期待に応えるっていう良さもありつつも、うん、うわここでこう来るかっていう意外性みたいなのも同時にあって、うんうん、そのせめぎ合いをどう行くかみたいなねあなるほどねうん、うん、とか思ったりしてて最近は自分からの期待に強いかもしれないな自分からの期待に応えるってこと見てる人たちのことも人に見せることっていうのは前提で考えてはいるんだけど、うん、その期待されているのは期待しているのはまた自分というか、うん、自分が前にやったフリースタイルに対してどう変えていけるのか、うん、あそのフリーがあって次何をするべきなのかっていうのがその自分に自分の最高地点を超えるっていう感覚ね、うん、超えるのか、うん、道を曲がるのかわからないけど俺は多分それ結構普通に生きててあの、うんどっちかというとちょっと一歩引いて俯瞰で考える方だと思うんだよなんか性格的にね、うん、だそういう意味でなんかお客さんの期待見せる人の期待に見てる人にとって意外性のある演技にすることが自分にとっての意外性だなとも思うから、うんうん、自分の期待にどう応えるかってよりかは客観的に見て意外性があるかどうかで考えるかもな近いけど違うのかもしれない、ねうん、ちょっと違うかもね、うん、初めは結構主観かなそうだよねその自分今去年の自分だったら多分ここでこの技やんなかったなっていうああそれは俺客観でやってるわそれを一緒なのかな違うのかなちょっとなんかでもマインドの違いのような気もするけどねうん結果目指してるところは一緒なのかもしれない、ねうんうん、いや目指してるところは多分かなり近いと思うけど、うんでもフリースタイル作る時も結構そうやって今回は作ったななんかさ、うん、世界大会の時はワンスロー目にブルーライン持ってきたじゃんそう俺今回もうね構成作ってて、うん、ブルーラインを一番最後に持ってくるってことに気づいた瞬間にもうすごい自信を得たなんか出るよね、うん、あこれはこれはいいフリーができたと思って来てしまったそう完全にピースがはまったね、うん、あのそもそも全然違う構成で組んでることを気づかせないといけないから、うんうん、もちろんワンスロー目で横スローした時点で気づいてもらえるとは思うけど、まあ、念押しじゃないけどさ、うんうん、もう決定打が欲しくてなるほどねなんかそんなにまあ熱心にみんなが見てくれてるわけではないからもちろんだから全員が全員違うなと思えるかどうかは別じゃん、うんそうなった時に一番最初にミスった技が最後に持ってきてたらさなるほど、ね、完璧に気づくしめちゃめちゃストーリーがあるじゃんそれって、うんうん、それができたって気づいてブルーラインが最後にハマった瞬間に
もう脳汁が出た。そして回れることに気づいた瞬間にその、うん、ジャンプした、そのさらにその感覚が、あのね、いってその先にあるってことが大事なんだよね。そう、俺一手が必要なことは気づいてたんだけど、あんまりこれまでうまくできなくて、うん、で最後そこでできて、あ、これかっていう感じはあったね。あれは構成組みながらできたエレメントだったんだ、うん、なんならある程度構成が固まって映像が撮ってる時に、あ、こう来たらこういけるなみたいな、うんうん、待って回れるじゃんみたいな、うん、あの去年世界大会とか見てて、龍一がさ立て込んで回ってるの見てさ、うんうん、はいはい、なんか回るってこう、あのエレメントってさ、ダサいじゃん。うん、なんか別にかっこよくないと思うんだけど、あの第2回かなんかで話したさ、理にかなってる回りかどうかの話な気がするよね、うん、あ、そう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 、ホリゾンタルとかでぐるって回るのはかっこいいんだけど、うん、この水平じゃない状態で、ね、回るのは確かにちょっとダサいのか分かんないけど、まあ、かっこよくは確かにないかもしれない。でもなんか俺龍一の時見た時にかっこいいなと思ったんだよね、回るの、うん、意外と回るのって立て込んで回るのってかっこいいのかもしれないなって思って、その直感っていうか感覚がすごい体の中に染み付いてたんだよ、うん、それが覚えてたから、待ってこのまま回れんじゃんと思ったんだよね。やってみたらなんか思ってるよりいい回り方ができたから。そうだよね、うん、その回るってこと自体には龍一ちゃんに影響を受けたのかもしれないけど、回り方の種類としては全然違うよね。めっちゃ新しい回り方してるね。そのだし、もっと理にかなってる回り方だったよね、あれはね。あ、そうだね、そのこっちの回りじゃなくてさ、うん、こっちの回りだったじゃん、うん、縦方向の、うん、なんかね、戻り方もかっこよかったよね、うん、アイソレーション的に戻すっていう、ちょっと一本でしたね。座布団でした。マッハファイブしまくりました。マッハファイブね、去年の、うん、そう、去年伏線回収、伏線がね、去年ね、インスタのストーリーで世界大会直前ずっとマッハマッハ言ってたんだけど、世界大会の構成でマッハ5系エレメントミスりまくるっていう、ね、一つも決まんなかった。1個決まってよ。あ、そうだっけ、あのトラピーズに戻すやつ。あ、そうじゃん。初めそのストーリー直前に聞いてたからね、マッハ5やるっていうの、うん、そうね、できました。よかったね、うん、そういう意味ではリベンジだったのかな。あ、そうそう、そういうところは、あ、そう、リベンジでもあるんだけど、うん、あの単なるリベンジはやっぱり あれは意外性のフリースタイルだから、単なるリベンジが成立しないフリースタイルなんだよ、うんうん、だから、まあ、リベンジではもちろんあるんだけど、そのあのフリースタイルを別物として成立させないとあれはリベンジできないから、うん、そうなったら俺はリミックスがしたいっていうのがあったね。あとさ、これ狙ってやってたか分かんないんだけど、うん、意外性という言葉で言語化はできてなかったけどさ、うん、あの世界大会のあの曲のフリーが、うん、まあ、意外性の塊だっていうことはなんとなく、うん、その言葉にはなってないけど、うん、気づいてはいて、うん、で今回同じ曲を使ってフリーを作り直すのって、うん、あの最初曲が聞こえた瞬間にさ、うん、一瞬がっかりしたでしょ。なんかね、ちょっとね、予想してたの、うん、JN とか世界大会で同じ曲つく、うん、使うんだろうなって思ってたんだけど、うん、SJ で来ると思わなくて、うん、で曲が聞こえた瞬間に、うん、立て込んから入るんだろうなと思ったの、うん、そしたら動かないから、うん、あ、横スローしたと思って、うん、それもまた意外性だったんだけど、うん、あの毎回フリースタイルリクリエーション聴いてる皆様にお届けしてる、うん、ワンスロー目をいかに大事にするかっていう話もありながら、ちょっと一個高度だったなと思うのは、うん、ただ技に意外性があるだけじゃなくて、うん、あの初回にやったフリーがあったから、うん、そこから変わってるっていう意外性があるじゃん。あ、そうだね。あ、縦コンから入らないで横から入るんだっていう、うん、その2回目が、うん、なんか2回目のチャレンジだからこそ生まれる意外性が生まれてて、うんうん、あ、それね、狙ってた。そこに限ってなくて、そもそもあのなんだろうな、フリースタイルがあるじゃん。でリミックスするってことは、うん、あのフリースタイルを見た人がなんかこういうふうにするんだ、友達に相談したんだけど、うん、その相談した時になんかあのフリーを覚えてたら、もう構成を見れば見るほど、 SJ の構成を見れば見るほど脳がバグっていくって話をしてて、ああそうだね、記憶と繰り出されてるものが違うっていう、うん、それは面白いな、見てる人にどう映るんだろうなと思って
それはだからリミックスをしようと思った理由だね。うわーすごいや。どうだったそれは、どう映った。いや今ね、うん、聞いて全てがつながった、ね、あのなんかねずっと記憶、過去の記憶、うん、見てる人の過去の記憶に訴えかけるフリースタイルみたいなのは、うん、してみたいって思ってて、なんかあるかもなと思ってた。でもどうしたらいいのか分かんなくてずっと、うん、まあそのうちひらめいたらいいやって思っておいたんだけど、うんうん、なんかね過去の自分じゃない誰かのフリースタイルとか、うん、なんかそのもう普遍的な傾向、うんうんうん、例えば 3A ブーム10年前の 3A ってこうだったよねみたいな記憶を何か引き出すようななんかフリースタイルみたいな考え方をしてて、うん、なんかね記憶への干渉の仕方としてこんなのがあったんだって感じ。しかも過去の自分は見てなかったな、うん、あとそう、そういう意味ではねこの直近の大会じゃないとそれはできなかったなとも思う、うん、ちょっと開けるとねなんか逆にくどさがあるからなんかもうケリをつけるならもう今だなっていう感覚はあったね、うんうん、あとでもワンスロー目の意外性の話は、まあ、もう少し普通に表層的な話だけど、とはいえその縦コンから横スローになったとはいえ横スローにすることで普通の技になるわけじゃん、うん、その普通にフリー単体で見たら普通の始まりになるわけじゃん。そういう意味でどんだけ小さなエレメントでも新技にしなきゃいけないなと思って、うん、あのつなぎ良かったね。つなぎは借りました。ああ、確かに言われてみればつなぎちょっと借りましたが、いやでもねつなぎは別にそう必然的に生まれるものだから別にオリジナルでも何でもないなんかだよね。俺はあんまり人の技を使うのは良しとしない方の人だけど、うん、俺はちょっと線は引いててなんか人のつなぎとか小さなエレメント、なんか世の中のスタンダードになっていくべきエレメントは使っていいかなっていう感覚はちょっとあるんだよね。それはすごい嬉しい、ね、あれはすごい、俺すっごいいいエレメントだと思うんだよあれ、うん、これ、うん、あれ俺首より感心したから。あ、本当。言わなかったっけ、なんか異様に褒めてた感覚はあるでしょ、うん、あれはね気づかなかったんだよね。あのさっきも言ったその一手多い、うん、何かを決めた後にその先にもう一手があるっていうのが大事って話は、うんうん、確かお互い共有してて、うんうん、それについて褒めてるんだろうなとは思ってたんだけど、あれはね俺ね、あそこなのね、あれエレメントがいい普通に、うーん、あれってあんな風に回収できるんだっていう発見があったね。あれはでもねもう考えてないのよ。もういや分かるよ分かる、つなぎってそうだからね、あのヨーヨーが左に行った反動で右に行っただけで、うん、それは手を添えただけというか、でもそれが俺記憶に残ってたからもうこれでつなげるなみたいな感覚でつないだとこあるね。でも多分記憶になくてもたどり着いてたと思うけどね、そういうエレメントな気がする、うん、まあ確かに確かに、でそう、でもそういう意味でねワンスロー目はささやかでも新技にするっていう感覚はあって、うん、あれにしたってとこあるね。いや素晴らしかったね。そうね、あとなんか、まあ、一つちょっと後悔じゃないけどなんか実際に作り上げてみて、あなんかそもそも世界大会の時は意外性の塊にしたかったから、うん、制約があったんだよ自分の中で、あの構成を組むあの新技を、まあ、結構あの曲ってパートが分かれてんじゃん前半と後半で、うん、後半に新技を全部詰め込むみたいな感覚でやってたからどうしても新技の置き場所がそこだったのね後半の。今回も前回、うん、世界大会の時はでその制約がなくなった分今回すごい自由にフリースタイルが組めて、その結果なんか思ってるよりいい構成ができてしまって、うん、なんか技の詰め込み具合とか音のはめ方とか世界大会より、まあ、なんかある程度クオリティの高いものができてしまったなっていう、本当は世界大会でそこまで持っていきたかったなって感覚はあったな。うん、初めね案外世界は世界でよかった、うん、なんか今回のは試みがいっぱい詰まっててよかったと思うね。細かい試みが散りばめられてて、うん、そこはすごいよかったと思うんだけど、なんかトータルで見るとなんかあの曲に合ってる構成は世界の方が初めはしっくりくるくる。でもそれ多分世界見たからだよ、うん、いやでもね初めは結構世界の方が好きで、あの
まあまあチャレンジングだったからってのもあるんじゃないかな。特に後半のさ一個一個のフレーズがさ、うん、結構その同じ尺の展開が、うん、タタタタのとこね、そう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 、何回も続く、うん、でちょっとずつ上がっていくっていう構成だったじゃん、うん、あそこの区切りに全部、うん、あ神話さを一個ずつ置いてくっていうね、そうそうそうの展開がすごい合ってるなと思って、うん、一つ技を決めて次行きますっていうちゃんと前を見て、うん、次をやって、うん、の繰り返しがあの曲にすごい合ってるなと思ったから、まあ、でもすごい好きだったんだけど、今そう聞くとなんかね、どっちにも良さがあった。あ、そう、あのね、うん、そう、今それ話してて思い出したんだけど、今回の振りをあの世界大会の振り作った時ね、俺多分フリーの構成組むの早い方なんだけど、人と比べてその期間が、うん、曲決めてからある程度完成形になるまでが結構早いんだよ。へえ。最近マッサンによく言われるんだけど、俺なんか多分早くて、ただ世界大会の時めっちゃ時間かかったのね、うん、もう本当に隅々まで意外性を作んなきゃいけないから、どんな始まり方が一番意外性かとか、どんなつながりが一番意外性があるかみたいな全部やってった結果、うん、めっちゃ時間かかったんだけど、その時に生まれた構成の素案みたいなものが結構残ってて、うん、体にあの時ここでこういう音はめとか構成作りたかったなっていうのを一個ずつはめて、あの思い出してたらできた構成でもあったね、うん、だからあのそういう意味では2年がかりのフリーだったんじゃない？2年がかりのシリーズ作だったかもしれない、うんうん、そういう意味では短いようで長いというか、いやまあね、まあねいやそうなんだよな、単体で見たら、ね、だからそのかさっき今さ、そのさ世界のやつはさ別ベクトルでいいと思ったって言ってくれたじゃん。だからそれが俺がやりたかった今回の編集の差なんだよ、うんうん、編集フリースタイルがどうなるかっていう。地区大会は綺麗にまとまってたじゃん、うん、で世界大会はもうなんか意味不明の連続だったじゃん、うん、そういうね見え方の違いをやりたかったから。なるほどね。曲の編集と全く一緒？全く一緒。そこは俺はしちゃいけないと思った、うんうんうん、それはねもう違うものになっちゃうから。そうだね、うん、で技もできる限り同じつなぎにした。素晴らしい。ツートラからコロコロ入るところとかさ、変化をね、うん、ただ編集する上でピークコントロールは絶対変わるから、うん、あーね、そうだね。だからブルーラインのところ、最後のブルーラインもそうだけど、うん、一番真ん中のオーバーヘッドになるところもあの構成できた瞬間におっと思ったわ。んオーバー、どこのオーバーヘッド？こうやってピョンと飛ばしてさ、ツートラにしてさ、こう上行くやつ。ああ、うん、そこもなんか叱るべき場所に、うん、技が自然にそこにたどり着いた感覚があったね。なるほどね。まあ、あとその前回を超えるとかではなく、あ、じゃないね、変化なのね。そう、いかに同じ曲で違うフリースタイルにするかみたいな。そうね、結構そうかも。あのチャレンジをね散りばめたっていうか、やってみようをいっぱいやってみたね。それこそ、うん、まあ、1回目2回目のフリースタイルリクレーションで聞いた話、まあ、なんか気づいてはいたけど咀嚼できてなかったこととか、うん、はじめちゃんが言ってたこととかをなんか素直にそのままやってみようかなとか、あと、まあ、ステージの使い方もさ、なんなら世界終わってすぐにさ縦だけでもよかったんじゃないとかなんか言ってたじゃん。言ったっけ？言ってたんだよ。あ、確かにそうだなと思って、うん、覚えてたから、あ、じゃあ別に横使わないでいいかとか、トールの話も聞いてたから。全く覚えてないやん。そういうのってね、うん、直後の熱いうちに自然と出るもんなんだよね。そうだよね。あ、そういう意味ではやっぱりそうね、短期な期間でね、熱いうちにガッて組むのが得意なタイプなのかもね。あ、そうだね。で、あのそのステージの使い方もそうだし、フリースタイルリクエーションで学んだ。それこそ普通に俺スピーカー買って練習してみたりもしたし。あ、本当、うん、なんかそれが自分に合ってるかどうかって分かんないから、やってみない、ね、そう言われたこと全部やってみようかなと思ってやってみたところあるね、うんうん、あと、あ、なんか真ん中でカッコつける瞬間あんじゃん、うんうん、俺ああいうのって絶対やってこなかったんだよこれまで。そうだね、うん、やってみようと思って。それがどうハマるかどうか分かんないけど、うん、やってみて思ってるよりありなんだったらいいなとも思うし、あんまりね、そうカッコつけるフリースタイルってあんましてこなかったんだけど、それをやってみようっていう気持ちもあったね。振り返ってみて、自分としてあれはどこだった？左手がもう少し高い位置になった方がよかった。あ、やっぱそういう気づきあるんだよね、うん、思った、ね、
なんかね、うん、まだ不慣れだなと思った。なんか、しゃがみすぎ、ね、まあ、ちょっと厳しいこと言うとね、うん、つけ焼き場感はあったね。あれでもね、ちょっとね、言い訳させて、はい、あのね、俺2歩歩くつもりであの構成作ってたんだけど、ステージ狭すぎて一歩しか歩けなかったの。あのさ、いやこれね、うん、その、まあ、大会の規模感でやっぱりそうなんだ、選手がコントロールできるものでもないけれど、うん、やっぱりその競技を大きくしていくのは、うん、まあ、選手もその一端を担わなければならないと思うから、うん、主催に文句を言うつもりはないし、うん、自分たちももっとできることはあるとは思うんだけど、うん、やっぱりね、例えばステージの間取りというかさ、うん、図面みたいなのを事前に、あの、そう、報告しておくとか、うん、もう人が立った写真を載せるとかね、とか、うん、あと音響もものすごくわがままを言うなら、うん、もう大会前日に1日聴ける瞬間とか、競技の日じゃなくて、うん、もう全選手の曲の、うん、この選手の時はそのなんていうの、あのイコライザー、そう、うん、もうこの選手のこの曲の時はこの設定みたいな、いちいちいじらせてほしいとか、うん、曲論なんかさ、あの、あれだよね、この会場のスピーカーの傾向はこうこうこうですとか言ってくれるだけでもいいからね。そうそうそう、なんかそういうのがね、あるとね、もっと自分たちの意識してる点がさ、うん、伝わらないことがある。まあ、正直今回ね、ちょっと会場は良くなかったね、うん、ステージもすごい小さいし、ちょっと会場の湿気が結構すごくて、うん、俺結構、まあ、フリー全体思ってるよりミスってるんだけど、うん、まあミスってはいつだろうなと思ったけど、うん、あのね、前半が本当にね、湿気でやられてたね。本当、あの、絶対にはなんか、あの、ツートラの最初のエレメントとかさ、引き上げるやつ、うん、あんな練習で全然ミスんなかったから、あれなんかあの瞬間本当に親指滑んなくて、あ、湿気とか思いながら、まあ、緊張で出てるとかもあると思うけどね。あ、でもね、結構絶望的だったよ。本当、うん、そうか、会場より、会場のホールの方が、ロビーの方が温度低くて、なんなら外出た方がカラッとしてるみたいな。できるだけ俺外にいたりしたもん。だからなんか、まあ、ね、本当は寒いぐらい冷房が効くような会場を前提としてやってほしいみたいな気持ちはあるけど、うん、まあね、だから初出場だったのも良くなかったな、あの会場が。もともとそういう場所だと思って分かってたら、その心積もりで行けたけど、うん、もっとね、うん、初めてなら初めてなりにその地区の選手にね、ちょっと情報を共有してもらうとか、まあ、どうしようもないんだろうね。まあ、まあ学びですね。まあでもそういう予想外もいっぱいあるから、うん、それをフリースタイル中に結構なんだろうな、自分が対応できたというのもあるかもね、学びとしては、うんうん、と言いつつその手汗で俺一瞬構成間違えたけどね。そうなんだ。これあんじゃん、うん、その直前にキンクさミスったじゃん、うんうん、あそこで本当はその後もう一個あのぐるぐるぐるってエレメント入れたかったんだけど、あ、じゃあちょっと早くなっちゃったって、焦って飛んで、あのソロハムやっちゃったから、うん、あのクイックトラビスした。あ、そうなんだ。あれは入ってなかったね。なんかぎこちないなと思ったんだけど、あれも迷ってるからぎこちないし、マウントもミスってる。でもまあなんか、そういうのってでも出数の影響もあるから、これね、難しい問題なんだけどさ、うん、鉄は熱いうちに打てんなわけでしょ、うん、話を聞いてると、うん、割と短期間でガッて構成作って、うん、でもね、今回のフリーとかは、うん、やっぱり時間をかけて定着させるべき構成だったとも思うんだよね。あ、俺の今回のフリー、うん、その構成を完成させるまでは短くてもいいから、うん、その完成度を上げる時間をやっぱり取った方がいいというか。あ、まあでもそれはまあ、うん、まあすごい当たり前の話なんだけど、なんか、ね、ただ今回の SJ のタイミングだったら良くない？それ、もちろんなんかなんだろう、ベストなフリースタイルってあるけど、うん、なんだろうな。そのあんまりそこまでを今回あんまり意識してなかったの、そういう意味では。あの地区大会の構成としてそこまでの完成度を追求しなかったところがあるかも。
もちろんフリースタイルのクオリティはあるんだけど、そうクオリティがあるだけに、うん、なんかせっかくならちゃんと煮詰めてほしかった、あ本当感じは。でもさなんかさ あのさなんか、まあ、ある種リベンジフリースタイルじゃん。なんかリベンジフリーでさ時間かけてさじっくりやってきてもさ、なんか逆にリベンジに近い入れすぎじゃない？あんまり俺そう、あそうだね、今ちょっとまとまったんだけど、やっぱりあんまりリベンジの魅力を感じてなくて、リベンジに頑張りました感をそんなに出したくないところがあるな。頑張りました感というよりはね、うん、こう第1回第2回フリースタイルリクリエーションで、うんうん、話して、うん、そこで話したいろんなヒント気づきが反映されてることはすごく分かったから、うんうん、まあ、あれの直後に大会がもう出たっていうのもあったと思うんだけど、うん、やっぱ意図が見える、意図が見えるんだよね、うん、このムーブは多分、うん、あの話からアイディアが来てるんだろうな。あれそれどこだろう逆に、そのなんかね、例えば、あ具体的に思い出せないんだけど、まあ、意外性、ワンスロー目の意外性を持たせるとか、あ、まあ、それはねいつもやってるからなんだけど、ちょっとしゃがんでみるとか、あ音はめしてみるとか、なんかね、もうこれは自分の押し付けというか持論なんだけど、うん、そういう意図は見えないようにしたいのね。ほーなるほど、もうここ意識したなっていうのがもうわからないぐらい、うん、あそうかなんかどうだろうな、結構あんま分かんない、俺無意識かもしれないけど、あんまり意識してないかもそういう意味では、そんなに、うん、結構そう会話があったからそう見えてるかもしれないけど、無意識レベルでの話だと思うけどね。あまあそっか、それがね、うん、まだね体に染みついてないところあるからね。そう でも、うん、あいいよいいよ、その無意識で意識してしまってるんだとしたら、うん、それを捉えた方がいいというか、確かに、なるほどね、でその意図をなるべく自分は見せないようにしたいね。もう気づいたらそうなってた、はいはいはい、そう見えてた風にしたいから、はいはいはい、コンセプトとか意図は黒子のような存在であってほしいな、初めは。これはもう自分の理想だから別に、うん、そういう三浦が水くんの振りを見た時に、うん、そう感じたって感じ、うん、もうちょっとここは自然になっててほしいな。まあでもね、あ分かるよ、なんか分かるよっていうかね、荒削りだなと思うところは結構あって、うん、まあ、普通あの真ん中のところもそうだけど、一番最後のバインドのためももう少しヨーヨーがここにずっとあったらいいのにとかで感覚はあるし、そうね、多分あの最後数日で詰めたってところはあるね初めはまだそのライブ映像でしか見てないんだけど、うん、あの映像は構成を組んでみて一回映像を撮って確認してみるかの映像であるべきだったと思うね。あ本当、うん、もうちょっとナチュラルにというか表現難しい。でもそれやっぱりさ、俺が普段しないことをしてるからそう見えるって話じゃない？あ、まあ、それもあると思う。単純に慣れてないっていうのもあるだろうし、でなんかあそういうことやるんだっていうさ純粋な感覚があるじゃん、うん、それすごくさ真ん中のところは特にだと思うんだよね。まあまあまあ、まあ絶対にやんなかったからこれまで、なんかあそういうことやるんだが結構印象に強いからこそそういう印象なんじゃないかな、そういう感想なんじゃないかな。うん、主にあそこじゃない？うん、今パッと具体的に出てこないけど結構ところどころ。俺でもフリーのつなぎとかは、うん、結構俺いつも通りだけどな。やっぱ無意識レベルなんだと思うよ。あでもあそういう意味では結構エレメントをそぎ落とすみたいなことはしなかったかも。フリースタイルの流れを優先させたみたいなのはあるね。うんうんうん、なんかいつもはかぶりを気にしてあ確かにやんなかったところを全然気にせずツートラコンボ同じエレメント2回やったりとか、なんかホップで傾き直しを何回もやったりとか、うん、お
は意識してやったかな。いやいや、なんかいやそうやって見えるんだっていう反省とかでもないし気づきでもないんだけど、なんかあそう見える人もいるんだなっていう感覚だな俺は結構。まあ、自分はいつもそこを消したいと思うから、うん、より浮かび上がって見えてしまってるだけだと思うんだけど。いやそうだ、なんかね、まあ、思想いやなんかある意味すごい俺のあれが浮かび上がっ、なんかやっぱり挑戦っていうかやんなかったことをそのまま素直に聞き入れてみるっていうフリースタイルだったから、うん、そこが浮き上がってくるのは当然で、うん、でもそこをそうやって見れるのは君しかいないのかもしれないですよね、うん、それを消したいって思うかどうかも人それぞれかもしれないしね、うん、けどね結構ねそういうなんか、まあ、これ今日話してきた話に近いんだけど、あの繋がるんだけど、うん、なんかその今回のフリーをやってみて自分のキャラクターとかその大会でしかできないフリースタイルと か, なんかそういう感覚が結構なんか見えてきて、うん、ある意味消去法的に俺 JN のフリースタイルが結構定まってきたところがあるな。あ、本当もすでに、うんうん、温度感というかこれいけるかもなみたいな感覚がちょっと出てきて考えは整理されてきたかもしれない。いや楽しみでねフリースタイルはね3分間で完結しないのでね。しないっすね本当に。まずね、あ、どうぞ。あの世界、自分またこれね自分の話になっちゃうんだけど、うん、去年の世界大会終えた後に、まあ、いっぱいさ国内外からいろんなストーリーのタグ、うん、メンションとかいっぱいあって、うんうん、夜あの打ち上げ会場から帰りながら片っ端から見てたんだけど、うん、一人ね日本人のなんか北海道の方って書いてあったかな、うん、プロフィールに。あの初めの最後のお辞儀してる写真を上げて、うん、なんか最高の4分間でしたって書いてあって、ほう素晴らしいね。あのね嬉しかったね。その登場から意識してたっていうのもあるし、うん、フリースタイルが終わって去ってからの余韻というか、うんうんうん、ところも含めてね、もう多分もうすごい自分で言うのもあれなんだけどさ、うんうん、おそらくあのフリー終わった後30分ぐらいはみんな三浦のこと考えてたじゃん、うんうんうん、なんかもう40分ぐらいのフリースタイルだったんじゃないかみたいな。自分が設計した3分間フリースタイルの3分間以外の設計した範囲をちゃんとさ知覚してくれたところだね。それねすごい嬉しかったんだよね、うん、いやそれがもっと今後は2年スパンで余韻を残せるフリーができるかもしれないし、うん、トールちゃんに最近ちょっとお力を貸してるのは、まあ、1年かけて3つのフリースタイルで、うん、っていう1年スパンの計画だけど、もしかしたらその2年3年スパンで何か働きかけることができるかもしれないし、そこは自分の最近直近の目標かな、うんうん、俺なんかそれでも4分間の話でいくと、それは多分はじめちゃんだからだよね。多分ああいうなんか結構さステージに上がるところから世界作るじゃん、うん、割と俺は多分あれは一生やらないね、うん、なんかその感覚があって、なんかなんだろうね、一番最初の方に喋ったけどさ、その別人格みたいなのを用意してさそれに憑依させてフリースタイルをするみたいな、俺はやっぱそうじゃないから自分の普段のキャラクターの中にあるものを一つつまみ出してそれをヨーヨーっていうアンプで出力させて大きくするみたいなフリースタイルだから、うん、俺なんとなくあれが違うなって感覚がずっとあったんだよ 俺がやるには、うんうん、それが結構なんか今回 SJ とかやってみて分かってきた感覚はあるな。でもなんかねそのしゃがんでみて思ったけど、しゃがみが全部違うわけでもないなとも思った。俺それこそなんかもっとちゃんとあの整理なんだろうな遂行してやってみて欲しかったって言ったように、うん、あれを自分のものにもできるなっていう感覚はあって、うんうん、てかまあ今回やったことは荒削りだったけど直感でやってもいいなって思えるものだけをやったつもりではあって、多分自分のものにできるなっていう感覚はあったな。別に毎回あれをやる必要はないから、うん、ないね、時々ね弱まるよね、あるのをやってみて、そうそうそう、自分に使うちょっとずつ定着していくよね。そう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 、あ今回はそっちの路線できたかみたいなね、うん、やっぱね、いやでもやっぱそうなんで、意外性と期待に応えることのせめぎ合いだから、うん、俺はそうフリースタイルを捉えてるからね、うん、なんかねあのフリーを見た時に
いいなとも思ったけど、うん、世界の方も好きだなと思ったりで、うん、そうこれきっと次のフリースタイルリクレーションで話あの演技の話するだろうから、どう言ったらいいのかな、褒めちぎるのも違うしな、厳しいこと言い過ぎてもなとか思ってたんだけど、逆になんかいいとこあった素直に返してほしいんだけどもう一回これ見直してから撮るべきだったな。いいところね、やっぱり。でも最後のマッハ5じゃない、やっぱり足すから、なんかね、あのいいんだって思った。そう、あ、俺それあるわ、あるある、わかるわかる、あのね、先要素ちょっとね、この前 LINE でも若干喋ったけどさ、うん、多分我々はフリースタイルに対して、うん、すごく緻密なところまで考え抜きすぎてて、うん、切り捨てるものが多くなってきたはずになりすぎてるって話、ね、だと思うよね。なんかこれはよくあるしとか、うん、これはなんか 3A として意味があるのかどうかとか、うんうん、まあエレメントとして見たら別に 3A でやるべきことでもないなって言って切り捨てたりすることって結構ここ 2,3 年多かった2人だと思うんだけど、ちょっと一歩戻る気持ちが必要な気がしてて、うん、俺それ ね、なんかすげーってなればいいんだよね。そう、俺ね最近ね、うん、ちょうどその同じ話をなんか会社の、うん、今なんか評価のタイミングなのね、なんか6月に気が変わるから、うん、でなんか面談みたいのがあって、なんかコピーライターに求められる能力ってロジカルなところもあれば、やっぱり芸術肌的なところもあるのね。それと一緒なのよ多分、ロジカルと直感、うん、その理屈と直感があって、その 3A でなくちゃいけないとか緻密にこう作れるってところは直感の範囲であって、客観的に見て瞬間的にどう思うかってことはやっぱり大切なんだよ。なんかのね、なんかの本でエッセイかなんかで読んだね、うん、直感でつかみロジックで着地するって言葉が社長弊社、それ原さん弊社の社長か、あれ、ね、それはねフリースタイルでもそうなんだよ。すごいね、一歩戻んなきゃいけないってさ、その今話してた話をに近いことを一瞬この間 LINE に話したんだよね、うん、その時にさ、俺ちょっとあると思うって言ったじゃん、浮かんだ、ああそういうことだこの話なんだよ答え合わせできましたね。いやでもそうだよ、あのねロジックで詰めるところもあるし、うん、ロジックで100点のものって作れんだよ、うんうん、直感で100点のものも作れんだけど、150点200点1000点のものを作るためには両方がうまくミックスしないといけなくて、多分なんだろうね、まあ、どう使い分ければいいのか分かんないし、それを使い分けられることってすごい高度な能力だと思うんだけど、そこが俺がもう一歩頑張るためのキーだなと思ってる。ヨーヨーもそうだし、なんかコピー書いてて特に思うんだけど、ヨーヨーはまだその直感とか感覚みたいなところが割と出しやすいっていうか、技を作る中で自然と出てくるんだよね、ロジックだけじゃないところが、うん、それこそマッハ5を回るのとかってさ、俺あんま考えてやってなくて、あれは、うん、自然と、そう自然と、あ回れるなと思って回ったみたいなところがあって、せめて言うと初め多分逆でロジックの方が甘いんだよね。自分はほとんど全てを直感で作ってて、うん、で後から見直すと本当に偶然なんかロジカルにつながってる部分とかっていうのがあって、うん、それをもっと事前に、まあ、言語化というか可視化、頭の中でね、うん、認識できてればもっと多分そのロジックと直感をうまくバランス組めると思うんだけど、ああなんかこの話、あのなんだろうな、その逆に俺は多分どっちかというと、うん、そのロジックの方の使うのが上手な人だと思うんだよね。逆に直感みたいなところはちょっと弱くて、でなんだろうな、だフリー作る時も結構そっちが働いてて、うん、技とか見ててもそう思うかな。あ技そう思う、うん、技はね逆に直感的にロジックをやってるかもしれないな俺は最強じゃん。あで技はそう、俺ね最近思ったんだけど、すごい自画自賛なんだけど、うん、俺多分 3A の技のセンスは世界で一番あると思うんだよ自分が間違いないそう、なんかすごい冷静に考えて
あれと思った瞬間があって、はじめちゃんの技もすごいし首系とか絶対思いつかなかったなと思うんだけど、なんか本当にただの感覚なんだけど、 3A のエレメントとか技ってだけで考えるとなんかまだ俺は理解が勝ってるかもしれないって感覚がちょっとあって、他のプレイヤーを見ててもなんか 3A マーチのさ技決める時もさ、なんかなぜかさ竹本さんお願いしますみたいな感じでさジャッジをしてたなと思って、あでもみんなにもそう見えてもらえてるんだなって感覚があって、そこまで踏まえて、あもしかしたら俺 3A の技を作ることに関しては最強なのかもしれないなって感覚がちょっとあったんだよね。あれ 3A マーチのコピーを見てても思った、やっぱり技に対する理解度が、あ見てるなと思って、自分はそこまでね、うん、もっと直感なの、はじめちゃんはそうだよね、うん、直感だからめっちゃいい技が生まれると同時にすごい甘いエレメントもあるとは、でもそれは別に甘くていいと思うんで俺は今は、フリースタイルにおいては結構それが生えたりする、ね、うん、そうそうそう、そこが偶然強みではある、そうそうそう、はじめちゃんは直感だからだよね、うん、で、そうで、そのロジックと直感の話に戻るんだけど、俺は多分ロジックの方が得意だからこそ直感的なところを避けてたんだよね、一緒に LINE でも話したけど、うん、その芸術とか直感みたいなものを結構避けてて、なぜかというと自分がやるべき分野ではないと思ってたみたいな感覚があるんだよ。得意分野に振り切ってたってこと？と、うん、得意分野に振り切ってたってよりかは、なんだろうな、別に自分に求められてるものじゃないと思ってた。その、芸術肌の人が歩むべき、まあセンスってさ、後から育てるものでもあるけど、ある程度はやっぱりその人の特性があるから。うん、その元々のセンスが芸術的なところに振り切れてる人の直感に強い人の方がやるべき領域だと思ってたんだけど、なんだろうな、まあ、これだけヨーヨーやってきて、でもコピーライターっていうちょっとクリエイティブな仕事をしていて、ロジックだけじゃ到達できないところがあることに気づいて、そこを無視しちゃいけないのかもしれないなっていうふうに思ってきて、そうね、それは最近ちょっと意識してやってるところもあるね。だから、うん、そのまあ荒削りに、あのフリーが荒削りに見えたのは、まあ、実際そうなんだと思うけど、だからあのフリーの練習期間だけの話じゃないのかもしれないね、うん、俺が直感的な方を手を伸ばし始めたからこそそこが荒削りに見えてるのかもしれない、うん、ちょっと今回は足し算だったのか、そういう意味では。ああそうかもね、いつもはすごい足し、引き算してるからね。そうだね、なるほどね。それでちょっと違和感があったのかもしれない。やっぱりイメージからだ、いつも今までの、うん、ああそうかも。そういう意味では今回俺ね、うん、引き算はしてないだよね、うん、やってない ね、その工程を挟んでない、うん、精査はしてないね。そういうことだね、うん、もっと成功してほしかったというのはそういう意味かもしれない。 あ、そういう意味かもね。あれに足し算した後に引き算があると、もしかしたら自分好みのフリーになるんだと思う。あ三浦好みの、それは、まあ、か水くんがやるべきことかどうかは一旦置いといてね、うん、君がでも想像してる俺らしさみたいなところに近いってことでしょ。あ、まあ、そ、あまあでもちょっと意識してやったとこもあるかな、そこまでやらないっていうのは、うん、まず足してみて、うん、可能性を探るっていう。そう、削るとさそこが挑戦できなくなっちゃうからさ、うんうん、そうね、意識的にしてないところもあるね。そう、なんかね、みずくんのね 3A に対する理解度は到底及ばないっていうことはすごく自覚しててだからね、もうこの前トールちゃんのフリー組みながら、うん、もうこれ同じことやりたいと思ったの、うん、あ俺のフリーに、いや違う、組んでやるの、うん、あ、お互い、うん、あ俺の2人で一つのフリーを作るの。あなるほどね。もうさ、もっと大きいスポーツとかの世界共同フリースタイルね。そう、なんかもうその演目を作る人と演者って別だったりするじゃん、うん、脚本家と演者みたいな感じでね、うん、これがさ、お互いに脚本をしながらさ、うん、で多分その 3A に対する理解度が高いのは水くんだけど、うん、実行する能力は自分の方が高いと思うから、うん、そうだね、ここが組み合わせたら最強じゃん。確かにそのエレメントそこに持ってくの違くないとかね、うん、そう、多分それでぶつかり合ってさ、うん、面白い、別に2通りのフリー作ってもいいしさ。確かにバージョン違いみたいなね。なんかそれが大会のステージである必要はないかもしれないけど、うん、いずれなんかやってみたいなと思う。いつか共作デモンストレーションやろうか。やりたいね。それこそお互い作り合ってもいいしね。あ、面白いかも、うん、うん、そういうのやりたい。なんか初め身の強い滝本フリースタイルもあるし滝本身の強い初めフリースタイルもあるし、絶対面白いよ。
絶対首使わんだろうね首使わないだろうね、うん、俺なるべく金庫の入りとかシンプルにしてとか言い出すよやだなもっとコテコテにしたいからね。そう、でも俺はでも結構でも柔軟にはなってきてるね、あの 3A のエレメントに関しては、うん、そうね、うん、感じたね。 あと今回の大会終わった後にすごいさ、ステージも小さいしさ、極論さ、まあ、一歩しか動いてないぐらいの感覚じゃん、まあ、立て込んでちょっと動いたりしてるし、うん、上のツートラするときに動いたりはしてるけど、基本的にはさほぼ一歩しか使ってないようなフリースタイルだったにもかかわらずさ、なんかダイナミックだったみたいな感想をすごいもらえる、うん、もらえてね、嬉しいことに。で、まあ、それって多分技がダイナミックだったってことじゃん。うん、あのステージングが、まあ、教わった通りにやったのもあるしまあステージングがいいのもあるかもしれないけど、技がすごいダイナミックな技が多くて、それが逆になんだろうな、そのステージを1箇所しか使わないってこととコントラストが生まれてさ、ダイナミックに見えたっていうのが多分あるんだけど、なんかあの最近の技結構ダイナミックじゃん、うん、最近作った系の技、マッハ5とかね、マッハ5もだし、重い、あのこれもそうじゃん、うんうん、あれって俺結構意識してやってて、うん、あのなんだっけ、19世界さ、あ世界じゃん、19JN、うん、優勝した時のさフリー見てさ、自分のフリー、あのフリーさ今見るとさすげえつまんないじゃん、迫力はないよね。そうそう、すごいこじんまりとこの辺で技をやってるようなフリースタイルでさ、あの時はまあすごいどうしても勝ちたかったってのもあったし、あとまあそういう曲だったから、まあ、まだ、まあ、そうそうそう、うん、とはいえなんか他の人と比べて技が地味だなって感覚があったんだよね。でそれがあったからこそラミはすごい軽いヨーヨーにしてもっとダイナミックな技を自分が作るべきだし、まあ、自分以外の人も結構こじんまりとした技が一般的になってたからこそ、ラミを作ることでもっとなんかダイナミックでスピーディーな技が生まれていくんじゃないかっていう願いを込めてあのヨーヨーを作ったのね。安定性を切り捨てて、はいはい、自分の腕前でカバーしてもっとダイナミックな技を作ってほしいし、作らなきゃいけないっていう思いもあってラミを作って、でそこからそういうダイナミックな技を作っていって、それがなんか実際にこうやって大会でやってみるとそういう風に見てもらえてさ、うん、で多分 19JN と見比べてみると全然違うフリースタイルじゃん、曲も相まってね。あそうだね、曲の上がっていく展開もね、うん、手伝ってね。そう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 、そういう意味でなんか自分が一つやってきた、なんだろうな、21オンライン世界から始めたストーリーみたいなのが一個なんか執着したかなみたいな感覚がちょっとあるね、うん、もっと、まあ、なんだろうな、その先にあるものはあるんだけど、なんか一個着地したかったところはなんかもう一旦着地した感覚がちょっとあるね。でしかもこの先しなきゃいけないこととかやりたいことがまだあるから、別にあるあるある、うん、そここの地続きでやってこなかったというか、なんだろうな、今は結構近いところのゴールが一個終わった感覚で、うんうん、その先にもまだあるんだよ、ちょっと自分の中では。あ素晴らしいね、なんかまああって、うん、どんなの言いたいけど、あの、ね、言いたいけどじゃあ白状すると初めはあるあるあの言えないけど、うん、お互いね楽しみにね、あるけど、だそうね、結構今だから心がすごいすっきりしてるね。ああいいね。あとだ、あそうだ、あとあのね、これも原さんが言ってたんだけど、なんかコピーライターみたいな人は、なんか言葉を扱う人は言葉をすごい自由自在に使って、なんか商品の魅力を語るとかじゃなくて、とにかく自由自在に使って目的を果たすべきだみたいなことを言ってるのがあって、うん、だからそれヨーヨーもそうだなと思って、なんか 3A っていうものの枠を結構考えすぎててこれまでね、うん、なんか凝り固まった中で技とかフリースタイルを作ってたんだけど、まあ、ラミを作ったあたりからその策を取っ払ったのね、うん、結構個人的には、まあ、そうして生まれた技もあるし、でそうなった時になんかフリースタイルの可能性がすごい広がって、うんうん、今なんかねちょっと前よりすごい、なんだろうな、自由度が高い感覚があるね、うん、なんかフリースタイルでできることがなんかまだまだあるように感じてる。
からこの企画を始めたと思うし、あのね、わかる、はじめ、まあ、割り切って話すと、うん、数年前までは、うん、ヨーヨーなんて何でもいいと思ってたのね、うん、ヨーヨー本体、うんうん、あのどんなヨーヨーを使っても勝てるからって思ってたんだけど、うんうんうん、思った以上に自分のこういうフリーがしたいっていうのに合わせてヨーヨー作ってもらえる環境ができてから、うん、で逆に全然3とは関係ないところで、うん、こんなヨーヨーできたよっていう全く自分の想像しなかったヨーヨーが出てきて、うん、それに合うフリーを作ってみたり、うんうんうん、まあ、EJY なんだけど、うん、っていうなんかヨーヨーのヨーヨーデザインの可能性が あるよ、めっちゃある、ね、フリースタイルに影響するとはずっと思ってなかったんだけど、うん、めちゃめちゃするんだね。いやめっちゃするね。いやだっていやそうだよ気づかなかった。ヨーヨーでねできる技とできるフリースタイルは違うよね、うん、なんかわかんない、そあの例えばさラミを使ってくれてるプレイヤーがさ割と俺と近しい思想の技を作ってるじゃん、うんうん、まあ、佐々木くんとかドミオンとか、うん、なんかそれがわかんないけどね、そのラミを使ってるからなのか、まあ嬉しいことにある程度俺を好んで見てくれてるからその系統になってるのかわかんないけど、うん、でも多分それまで別のヨーヨーだったら多分作ってこなかった系統の技だなとか思うからね、ヨーヨーによってできる技とかフリースタイルってかなり違うんだよね、うん、だ逆に言えばずっと同じヨーヨーを使い続けることで、うん、めちゃめちゃその一つのコンセプトのフリーはどんどん完成されていくんだよね。そうかもね。その土台があってからの解放だから、うん、そこで一気に弾けたから、なんか前の環境が悪かったとは全然思ってないし、うん、それが土台にあったから今こうやって弾けられてると思うんだけど、うんうんうん、ね、ヨーヨーの可能性がすごいよね。いやでもなんか3A はやなんかさ、さっき収録前にも一瞬喋ったけどさ、 3A ってなんかコロナのちょっと前までさもうちょっと凝り固まってるかみたいなあったじゃん。もう天井ついたと思ってたよね、うん、マジで技できないと思ってたじゃんでなんかそういう針の穴にさ糸を通すようなエレメントを探してるような状態からさ、うん、今もうそもそもそこで競争してないみたいな針を持つのをやめたみたいなさ感覚あるよね。あるよ。なんか 3A って進化したなっていう感覚、進化するぞまだまだっていう感覚あるよね。なんかね、進化なのかもわからないけど、あ、そうだね、ちょっとねそっちの道もあるんか。そう、エッセンシャルであることが別に求められなくなってきてるというか、求めるべきじゃないのかもしれないみたいな。うん、で最終的に両方バランスよくってなったりするんだろうね。ああ、そういう意味では俺は結構それを追求してるかもな、うん、今はその壊すことで今までのロジックとどうくっつくのかみたいなのはやってるかもな。てか今追求してるのはそれかもしれない、うん、そういう意味で可能性はあの今広げてる、 S 地区大会で広げたとこはあるね。それもね、あんまりそういう直感とかロジックとか意識はほとんどしてないんだけど、うん、頭の中で言語化してはしてないんだけど、うん、すんごい自由にフリーは作ってるね、うん、何にも考えてない、そういうことを。はじめちゃんはやっぱ直感力が強いから、うん、加点とか全然わかんないとか言いつつ、なんとなくこれぐらい詰めてこれぐらいの、トリックが入ってることで勝てるラインに到達するってことが多分直感的にわかってるんだと思うよ、うん、だからさっきのマッハ5でさ、うん、なんかそんなのでそんなのでいいんだっていうのも思うんだけど、うんうん、もっとフリースタイルレベルでその思考だね。あ、なんか自分あのね、で多分性格が違うよね、もう、うん、俺とは、うん、だいぶ、うん、いや物の作り方が違うよね、うん、全然違うと思う。そう、最近ね、なんか、まあ、ちょっと第2回につながる話にもなると思うんだけど、うん、選曲の話で、うん、なんか大体、まあ、こうやっていっぱい大会出てるとさ、うん、フリースタイルの質問で曲ってどうやって選んでますかって3問聞かれるじゃん、うんうん、あれで結構自分たちはさ、とりあえず曲を聴いて、うん、なんとなくパッとこういうフリーできるなっていうのが思い浮かぶ曲をピックアップして、うん、その頭の中にあるイメージを実行に移していく、うん、フリースタイルとして立ち上がらせていく、構築させていく感じね、うん、っていうので今まで作ってたんだけど、うん、逆にもうそれが凝り固まってきて、うん、
曲聴いた瞬間に無理だなんかめっちゃワクワクはするんだけど、うん、どんな振りを組んだらいいか分かんない曲を選ぶようにしてる、うん、あそしたら絶対にイメージできなかったものができるからあ分かるかも分かる分かるそれは分かるな結構多分あのスクエアプッシャーもそうだったかも、ねうん、あそう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 、うん、そういう選曲の仕方もあるなと思ってまあ普段思い浮かべるのとは違うと思いつつもある程度浮かんじゃうじゃん、うん、それをさらに無視してた感覚あった世界はすごいねああそっかあ全部意味不明じゃんやっぱつなぎも汚いしさあのフリーって、うん、自分へのアンチだったねそうめっちゃアンチフリースタイルした結果、うん、自分の体が追いついてなかったところそこは追いつかせてくださいでまあでもそうだね、うん、アンチ自分のフリースタイルとチャレンジングフリースタイルを両方やったね、うん、世界と今回ですごいねそうねでそれはあれでしょそのやっぱり俺的にはあの期待と予想外のせめぎ合いの話で、うん、今の予想外をどう使うかって話なんだよね俺にとっては、うんうん、だからでもやっぱ期待に応えるって方向性もあるとは思うからそれは分かんないこの視聴者見てくれてる人にとっては、うん、期待をまず使いこなすっていうのは大切だし逆に俺たちもそれでやれることがあるかもしれないし俺はなんかそのコントロールというかその使い分けみたいのをやっていきたい感覚はあるな。なんかコンボの中でもそうだし、コンボ一つ取ってもそうだし、エレメント一つ取ってもそうだし。ちょっと正直まだね、うん、この小1時間ぐらいで喋ってきたその喋ってくれた内容がねまだいまいちつかめてなくて、うん、ちょっとフリースタイルリクリエーション第3回は多分自分でもめっちゃ聞くわちゃんとだからそうだよね理解できるまであくまでも俺の頭の中にあるだけのことを今伝えてるから、うん、結構ね、うん、初めて第1回第2回はさ気持ち悪いぐらいお互いがさ、うん、あそうそうそうってなったけどさそうそう今回ちょっと食い違ったりしたもんね食い違うっていうかそうだよねあくまでも俺が思ったことを伝えてるから、うん、俺もちょっと喋るスタンスがいつもと違うしいつもは聞いてそれから広がることを聞いてるけどこれね多分何回も聞いていくうちにだんだんこういうこと言ってたんだみたいな、うん、これもうどんぐらい喋ったかなもう一個ちょっとめっちゃ戻るんだけど、うん、一個言っておきたいのがあって、うん、あの今回のフリーどこが良かったって聞いてくれたけど、うん、もうその技術とかの話、うん、テクニックの話ではなくて、うん、すんごい戻るんだけど、うん、あの第1回でさ、うんあの自分が又吉さん好きな話したじゃん、うん、あのエピソード言ったと思うんだけど、うん、火花の、うん、あれめっちゃあの後見返して又吉さんを戻ったら全然めっちゃ嘘情報言ってたじゃん、うん、あのキキキリンさんに又吉さんが火花を見せた時に、うん、そのキキキリンさんのお友達が火花を読んだよって言ってて、うん、でその友達はあんまり好きじゃないって言ってた、うん、でも私は面白いと思ったよっていうのに対して全員に届くものじゃなくてもいいんだむしろそういうものを作った方がいいんだっていう解釈を又吉さんがしたっていう話だったの、うんうん、それがすごい違うそれがすごい刺さったっていう話をしたかったんだけど、うん、今回すごい印象的だったのが、うん、みずくんの地区大会の当日、うん、全然別の用事で出かけてたのね、うん、外出してて、うん、配信見たかったけど、うんやっぱり人が作ったものだし、うん、これだけ近しいこんなに、うん、話しててね話し合ってた中だし、うん、期待もあったから、うん、その分ね、うん、ちゃんと家帰って、うん、スピーカーつないで、うん、もう座ってみようと思って、うん、電車で見なかったのね、うん、で帰宅したら、うん、あの父親が、うん、日曜だったから父親が家にいて、うん、みずくんの見たって聞いてきて最高一番にであのいや真剣に見たいからまだ見てないんだどうだったって聞いたらなんか俺はあれがいいのかよく分かんなかったんだよねって言っててへあっと思って出たと思ってでこれ何がさ面白いって、うん、あの又吉さんとキッキリさんとそのお友達のエピソードにも重なるし、うん、しかも自分の父親が自分以外の他人のフリースタイルを見て感想を言ったことが今まで一回もなかった。嬉しいね誰かのフリーを見て何かを思うっていう、うん、なんかねようよう実際にやってない自分の父親の感情を
動かしてるなんだよね。確かに。その良かったとは思わなかったのかもしれないけど、うん、それだけ何か考えさせたってことでしょ。引き起こしたっていうのがすごいなと思って、うん、自分の人生の中ですごい象徴的な出来事だった。俺でもそれあれだね、逆に SJ 地区大会の会場で港くんのお母さんが、うん、そのかっこよかったよみたいな、いいもん見たとか言ってくれてなんかそう 3A のさ、うん、世界チャンピオンのさ親と親がさあれが良かったのか分かんなかったって言ってるのと同時に、うん、すごい良かったよって言ってくれて、まさにだね。ね、なんか意図してるもの、意図してるっていうかなんだろうな、そういうものがチャレンジした、うんうん、あとやっぱなんかなんだろうね、自分がなんていうんだろうな、自分がチャレンジしたこととか意図が隠れてなかったってしたけど、うん、逆に言うとそのままちゃんと伝わってるような感想も結構いただけて、ありがたいことにね、うん、なんか高炉さんとか破壊と創造とか言ってて、かっこよかったね。いやかっこいい、すごいかっこいい言葉、ワードチョイスだけどさ、なんかわかるじゃん、うん、俺がなんか今までやってきたことを全部やめて新しいこととりあえず積み込んでみるみたいな感覚がさ、そのままで、なんかはじめちゃんがやってるものを理解した上で咀嚼してそのままフリースタイルに、うん、やってみたっていう感覚っていうの、俺もその感覚でやってたし、なんかはじめちゃんはこうやってたけど俺がやるならそうじゃないなみたいな、うん、あそうそう飛んでごめんねいやいや思い出したんだけど、でこのフリースタイルリクエーションを見て俺は結構そのはじめちゃんが言ってることの意味ってこうかなみたいな風に捉えてるのね、うん、そのはじめちゃんがこうや言っててこうやってたからじゃあそれをそのままやってみようではなくて、うんうん、その人の言ってた意図ってこうなのかもしれないなっていう意味で受け取って、それを自分がやるとしたらこういうやり方があるんじゃないかみたいなイメージでやったけど、だから今後これを聞いてくださる人もそういうなんか表層的にやっちゃいけないと思う、あのダメだと思う、あのね絶対ではないから、もう持論押し付けでしかないから、これは納得できるけどできないな、ここはできないなっていうものは納得できるとこだけ自分なりにやればいいし、うん、あと全てを真に受ける必要はない、あとやっぱり自分化しないじゃダメだよ、うんうん、人が言ってたこと、そうだね、うん、三浦が言ったことまんまやっても三浦の不利になっちゃうもんね、そうそうそう、てかもう2番煎じだしね、うん、やっぱり自分のものにして出力しないと自分のフリースタイルにはなんないから、アンビエント使えばいいだけの話じゃないし、うん、曲って曲だけで言えば、一回ねその全く真似てみて、あ、うん、その中で自分に向いてるところを見つけるとかね、うん、だし自分には向かないなとか違和感を感じるところが出てきたら、うん、それが個性だから、あ、そう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 、そういうやり方もあるかも、うん、一回我々の言ったことを真に受けてフリー作ってみて、うん、なんか違えなって思ったらそこはあなた流に変えられるから、うん、ね、っていう話なのかもしれない、そう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 、そこは思いましたね、あんまり表層的に真似しないっていうのは大切な気がするな、うん、なんか結構さっきの話に結構戻るけど、やっぱり俺はこの24シーズンは今回大会出てみて思ったけど、その大会でやるべきフリースタイルなのかとか自分がやるべきフリースタイルなのかみたいなことを意識してやりたいなって気持ちにはなったね、やっぱやってみて、なんかすごい根源的だけど大切じゃない、うん、だしその刺激の一端になれたら光栄です、いやもう慣れまくりですまあそうね、教わったものを、教わったっていうかな、気づかせてもらったものを、うん、共有だね、うん、もう何か気づかせてあげられたらいいと思いますけど、いや学んでますよ本当に、よくも悪くもよくも悪くもですね、うん、ああそうね、まあでも失敗するのも僕なのでうわかっけえなそれ、僕は自分のやることを全て一旦肯定するんで、そんなとこですかね、素晴らしかったです、まあ JN も頑張りますんで見といてください、ちょっと刺激ください、僕今ねすごく迷走してるんで、本当あの19、23を経て、うん、さあ次何やるって迷走してるんで、俺結構23で結構見えたものが多いから、うん、それに従うとまたあれになっちゃうから、それじゃ良くないなと思って、俺は逆にあれだね、23で実際やったのはあれだけど
どれにするか悩んだものみたいなのが結構あるから。おお、いっぱいレパートリーあるの。あ、いっぱいはないけど、あ、まあまあまあ、いくつか、ね、何個かあるなって、うちの一つをやったからありますね。あ、でもあるんでしょ、次やりたいことは。あります。まあお互いやっていきましょう。答え合わせじゃないけどさ。そうね、学べるところを。あの8月過ぎたらね、もっと熱いあれができると思う。フリースタイルレクリエーション2時間半の収録をしましょう。公開収録でもいい。9月8月、ああ、それもいいね。いや、一回みんなで喋ってから、2人で喋って収録してから公開収録しよう。分かった。じゃあ、オフラインもお楽しみにということで、はい、じゃあ改めて地区大会お疲れ様、おめでとうございました。ありがとうございました。また刺激をお待ちしております。はい、じゃあまた次回のオリス、あ、今回もあの Spotify 載せますので、ね、はい、またなんか聞いてください。ではありがとうございました。ありがとうございました。